ドニコとドニエベル・アレシャンデル・マランゴンは、ブラジル・サンパウロ州、ジ次愛出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。イタリア・ロンバルディア州マントバ在住の祖母を持つため、イタリア国籍も有する。2012年5月1日、フラム戦にて、イタリアでは、無名の選手であったが、アントニオ・カルロス・スザーゴの手引きで、エース・ローマに入団。 セリエ A のデビュー戦は2005年10月23日 SS ラチオとのローマダービーだった。2005から06シーズンはジャンル隠る地から定位置を奪うとローマの11連勝に貢献した。ブラジル代表にも選出されコパアメリカ2007では政治 e としてセレソンの優勝に貢献した。その後は同行のジュリオセルジオベルタニオリと激しい争いを繰り広げたが 毎年コンスタントに30試合以上出場した。しかし、2009から10シーズンは故障でその座を失い、2010から11シーズンもボグダン・ロボンツの加入で、出場機会には恵まれなかった。2011年7月15日、リバプール FC へ移籍。移籍後は、ホセマヌエル・レーナの控えを務めた。2012年4月1日の、ニューカッスル・ユナイテッド FC 戦で、レーナが、 退場処分を受けたため、4月7日のアストンビラ FC 戦でプレミアデビューを飾った。しかし、4月10日のブラックバンド・ーバー,ーズ FC 戦で、今度は自身が相手 m F、デイビッド・ホイレットを倒して一発退場となった。この年は4試合の出場に止まった。2012から13シーズン開幕前の健康診断で心臓に異常が見つかって、 心肺停止に陥り一時は意識を失った。その後、検査を受けるためローマに渡りチームを離脱。第 2GK の座はブラッドリー・ジョーンズに譲った。結局、一発退場になったブラックバーン戦がプレミアでの最後の出場となった。2013年1月31日、フリートランスファーでボタフォゴ FC へ移籍。約8年ぶりの母国復帰となった。 だが、定期検査で再び不正脈が見つかり、2013年8月13日に現役続行を断念し、引退を発表した。ありがとうございます。